はでもね、もちろんね、仕事っていうか憲法を作るとかそういうことについては最初話したらやっぱりすごいやっぱ優秀、やっぱ違うね、東大からね、あいつ経産大、経産省か、いや、この優秀なやつを使いこなさないといけないと思った。非常に優秀、才能がなんかマスコミで消されるとこだったのかな。そう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 、だって球団決議なんてありえないからね。おかしいじゃん、この国会議員を辞めさせるのに他の国会議員が全部辞めるって、こいつ辞めなあかんのやったら俺すぐ消されるじゃん。国会議員を選ぶのも国会議員を辞めさせるのも主権者である国民の皆さんでしかできないんですよ。常に僕言ってるでしょ、国民がトップなんですよ、ここで。その下に三権分立してるだけなんだからね。だから議員を議員が辞めさせるなんていうのは頭おかしいんですよ。あの球団決議っていうのは後々の歴史から考えたらもうありえないことをしてるんですよ。これより会議を開きます。議長、星野剛君、議事日程追加の緊急動議を提出いたします。菅原一秀君ほか13名提出、議員丸山穂高君、球団決議案を議題とし委員長の報告を求め、その審議を進められることを望みます。星野剛君の動議にご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって日程第一に先立ち追加されました議員丸山穂高君球団決議案を議題といたします。委員長の報告を求めます。本案の委員長の報告は可決であります。本案は委員長報告の通り決するにご異議ありませんか。ご異議なし認めます。よって本案は委員長報告の通り可決いたしました。もちろんね、三権分立作ったってアメリカですよ、多分アメリカがいるんですよ、とにかくそっちはヨーロッパですよ。それは持ち込んできてるから、議員が議員辞めさせるなんて絶対できないんですよ、犯罪でもしない限りはね。丸山穂高喋っただけじゃん。